から静岡の浜松の方に日帰りで旅行に行くんですけども、まあめちゃくちゃいい天気で良かったです。ちょっと行きたかったうなぎ屋さんが今日は定休日らしく、まあ、ちょっとね、まあ、あっちの方行って、まあ、有名な美味しそうなうなぎ屋さんに入れたらなと思っております。静岡のなんか観光地みたいなところをちょっと回って今日は休日をね堪能していきたいと思っております。はい、中井のパーキングエリアに来てます。マジ今日半袖で行けるね。全然行ける。超暑いよ。ちょっとアイスだけ買おうか迷ってます。暑いんで。ソフトクリームミックス、はい、ちょっと持っててもらって、はい、はい。おお、すごいすごい。おお、近い近い近い。こっからあと2時間半ぐらいかかるんですけど、とりあえずね、ちょっと本当昼食べるのが何時になるかわかんないんですけど、まあ、ここでちょっと食事しちゃうとお腹いっぱいになっちゃう可能性があるんで、まず、ね、我慢しようかな。感じで今はもう静岡に入ったんですけど、まあ、さっきちょっと綺麗な海が見えたんですけど、まあ、ここから2時間ぐらいで浜松に着くので、まあ、そこ行ってうなぎすぐ入れたらいいなって感じですね。まあ、結構並ぶみたいなんで、まあ、下手したら食べれないみたいなことあるかもしれないですけど、まあ、うなぎめがけて行きたいと思います。やばいやばい、駆け込み本川さん上陸しましたね。やっと来たぜ。やっと来たんですけども、今ちょっとねうなぎ行きたいうなぎ屋さんめがけてるんですけど、アストーダがやばいかもしれないっていう。ここまで腹減らしといて昼の時間入れないみたいな最悪なオチになりそうなんで、今急いで向かってます。ギリギリ間に合いました。うなぎ。もう BGM で気まずい。咀嚼音とか聞こえそうでない。めちゃくちゃ BGM なくて咀嚼音聞こえちゃいそうなんですよ。和みますね。そのぐらい時間経つよね。落ち着く。落ち着くね。これちょっとマジでうなぎガチなの食べたことないんですけど、今目の前にあるのでいただきたいと思います。うまい。外がサクッとして中がめっちゃプリッというかふわっとしてる感じ。これはうまい。舐めてた。まあ確かにうまいとは聞いてたんですけど、まあ確かにうまかった。でもいいね、関西風、うん、パリパリしてて。そうだね、うん、関西風のうなぎおすすめです。いやマジでお腹いっぱいなんですけども、これから三島の方に行ってスカイウォーク、三島スカイウォーク、めっちゃ長い吊り橋みたいなところに行きたいと思います。浜松の滞在時間が約1時間も満たなかったんですけど、まあ、ここから大体2時間ぐらいかかるんで向かっていきたいと思います。行ってきます。いや、yeah. mm-hmm. 三島スカイウォーク来ましたよ皆さん。いや、
すごい。今からこの400メートルぐらいのあっち、すいません、あっちのこの後ろにあるこの吊り橋を400メートル渡るんですけど、真ん中まで行くとね、想像以上にね高いから。あ、そうなんだ。そう、これからあのスカイウォーク歩いていきます。めちゃくちゃいい景色。やばい、この下わかんないか。今渡ってるんですけど、やっぱ実際来ると高いですね。高いわ。うわー、でも気持ちいい。気持ちいいね。富士山も見えるし、すごい。あのグライダーやるか本気で迷ったんですけど、今日はやめときます。別に怖いわけじゃないですから、ね、ちなみに怖いわけじゃないんですけど、まあ、ちょっともうちょっと、ね、時間があるときに、もう閉園だからね、うん、お腹痛いしお腹痛いし閉園だし、まあちょっとね次回来たらやります、絶対に。うん、ぜひぜひ。わ、これマジ足つくんわ、このカメラワーク。いや、すごい。バンジージャンプしたらじゃあ1万円って言われたら1万円。うん、1万円って言われたらできないの。できない。うん、え、これで何メートルぐらいなの。40メートルとかじゃない。40メートル40メートルぐらいじゃない。マジ無理ここから22分ぐらいの先のところに、そうだね、滝田川公園っていうちょっと綺麗な公園があるので、そこに行きたいと思います。いいし、本当にそうだね。でもそうだね。うわ、雲がついてるし。日本の湧水群、日本一？日本一って書いてある。日本一の湧水群、滝田川公園に降りてまいりました。ただ全然人気がなくて、なんか入っていいのか分かんない。とりあえず歩いていきますか。滝田川駅からのにゃんこ、ちっちゃいね、君ね、君ちっちゃいね。とりあえず夕飯の時間までお腹が減ってないので、いつものスターバックスコーヒー、かっこ静岡店、静岡の三島店行きました。ここでね、ちょっとお腹すくまで時間潰したいと思います。金眼の静岡といえば爽やか、爽やか、うなぎと爽やかっていうことで、ね、これから有名な爽やかっていうハンバーグのファミレスに行きます。静岡限定で、どの店舗も結構店舗あるんですけど、どの店舗行っても結構混んでるんですよね。で、今日も平日なのに普通に人並んでます。これからこの爽やかでハンバーグを食べたいと思います。